セカンドステージ第1部最初の曲はワークソングをお届けいたしました。アルトサックスのキャノンボールとトランペットのナット・アナレンという兄弟の名演が知られております名曲をビッグバンドのアレンジでお届けいたしました。素敵なアドリブソロをご披露くださいました本日のゲスト鈴木浩二プロにもう一度大きな拍手をお願いします。サンドカッツっていうビッグバンドいたんで毎年来てた。だからね、毎年行くようなところって例えば大阪とか福岡とか、例えば札幌とか会社は結構毎年1回行ってよかったんで、下松も毎年夏ジャズのコンサートで、下松はだから下松って下の松って書いてね、東京であんまり言ってもねどういう字書くのか、まず下の松って書いて読める人も少ないから、僕はこれは下松と言うんだよってありがとうございます。下松の宣伝をしていただいてでは山口県下松にはもう何度もいらっしゃってるんですよね。もう毎年のように、じゃあもう第二のふるさとぐらい頻度が多いですか。構いませんけど、じゃあもうできればふるさとに加えていただくことはできますでしょうか。ぜひ。ゲストの方、今日は僕なんですけど、見たら、僕の友達ばっかり、来てて、歴代のゲストの方に、知らない人一人しかいなかったけど、みんなそう言われるとその一人が気になったりするを祈りしております。はい、そして第2部とまた演奏に加わって
が聴きどころ。またクラリネット奏者率いるベニー・グッドマン・オーケストラの名演が有名なジャズスタンダードナンバースイングスイングスイング、この2曲を続けてお届けいたします。星に願いを、そしてスイングスイングスイング。ではどうぞ。
ました美しいバラード曲です。ジョージア・オン・マイ・マインドです。ではどうぞ。
プロのソロ演奏、本当にうっとりしてしまいましたね。美しいバラード曲、ジョージア・オン・マイ・マインドをお届けいたしました。さあ、それではここでサキソフォンセクションのメンバーをご紹介いたしましょう。ではサキソフォン、東條信枝、下山佐穂、山田俊之、田中恵美、新田幸乃さん、川村福男、山本雄二、以上がサキソフォンセクションのメンバーです。
セカンドステージ第3部、ジャズサックス、そして、特集をお送りしてまいりましたけれども、鈴木プロにはまた後ほど、素晴らしい演奏をご披露いただきたいと思います。ひとまず鈴木プロありがとうございました。素晴らしい演奏をご披露いただきました。もう一度あなたの拍手をお願いします。続きましてはセカンドステージ第4部となります。ここからはおなじみのジャズナンバーを特集してお届けいたします。まずは同名映画の主題歌でもある80日間世界一周。鈴木プロが長年アルトサックス奏者として在籍していらっしゃいました原信夫シャープス&フラッツオーケストラほか多くのバンドによる演奏がありますが、この曲をスイングスターズオーケストラの名演でお届けいたします。それでは80日間世界一周お願いいたします。
しんでみてください。それでは2曲続けてどうぞ。
Begin the Begin、そして Green Eyes、 2曲続けてお届けいたしました。さあ、いよいよ次の曲が今夜のラストナンバーになります。コンサートの締めくくりとなりますのが A 列車で行こう。ゲストの鈴木プロにも加わっていただきます。ジャズのスタンダードナンバーより原信夫とシャープス&フランツのバージョンでお届けいたします。なんと曲の